暇な空白チャンネル。どうも、認知プロファイリング探偵暇空あかねです。助手のなるこです。都知事小池百合子によると、随意契約で指名契約をしないといけなかったらしい。若草ボンドパップスコラボの一つであるパップスからプロフェッショナルさがわかる素晴らしい反論書面が出てきました。ああ、はいはい、前振り前振り。どうせクソ反論書面なんでしょ。それがこちらです。経費表について裁判所の理解に資するため、被目の概略を以下1から12で説明する。ふむふむ。裁判書面なので相変わらず難しい言い回しですが、結局のところ裁判所に理解してもらうために説明すると、これいい反論じゃないですか。やっと説明が出るんですね。え、その説明がこちら。うん、あの続きの説明は？なんでここで私の反応待ちなんですか。探偵が説明して助手が突っ込む動画でしょ。ちゃんとして。僕は言いました。その説明がこちらと。いや、これ目次でしょ。6、書籍代。書籍代である。とか小学生向け国語辞典より薄いんですけど。こちらが説明です。はん？以上が随意契約で契約しないといけないと小池百合子都知事が言うほどのプロフェッショナルの事業体系についての説明。1、給与。文字通り給与である。緩やかに増加している。何の説明にもなってない中年。2、交通費。スタッフの交通費である。そのままか。3、会議費。会議に要した費用である。会議費って辞書で引いたら出てくるわ。4、印刷費。支援活動に必要なチラシなどの印刷費である。他にどんな印刷費があるんじゃい。5、家賃。事務所の家賃である。シェルター入ってないの。6、書籍代。書籍代である。さっきも言ったけどペラペラ薄々。そのまま。7、業務委託費。スーパーバイザーの委託費用である。待って、スーパーバイザーって何。誰誰誰。説明して。裁判所の理解に資する説明じゃないの。8、消耗品。日常的な消耗品である。経費になる日常的な消耗品ってなんだよ。事務用品とかは違うのかよ。同じ消耗品でも日用品と事務用品は分けるんじゃないの。9、給食支援費。食料支援にかかる費用である。1食8000円とか使ってそう。10、通信運搬費。電話代、インターネット代、プロバイダ代などである。電話代、スマホともプロバイダ代とも違う独立したインターネット代って何。11、光熱費。事務所の水光熱費である。そのままか。そしてこっちもシェルターないの。12、需要費。コロナのパーテーション、椅子の購入費用、妊娠検査薬などの費用である。なんかもう他と比べたらややマシな説明に思えてしまうわ。あと、そもそもなんでこれが出てきたのかというと、この適当すぎる会計報告を説明しろって言ったら出てきました。つまりこういうこと。給与1374万円。詳細、給与である。増加している440万の委託費。詳細、2人のスーパーバイザーの委託費である。300万の消耗品費。詳細、消耗品である。なめとんかー。いや、裁判頑張りましょうね。もうやだ。小池百合子、責任取れ。百合子、書面はノートで有料販売しています。リンクは概要欄にあるのでよろしくお願いします。YouTube とノートの売り上げは探偵と助手で折半しています。個別の投げ銭は探偵はノートのサポート、助手は固定ツイートまでお願いします。それではまた次回お会いしましょう。